も俺らぐらいの酒飲みなんて飲まへん言うだよ。もう憧れさせろよ酒飲みに。わあ、昼飲み特集でたくさん飲んで3度目で楽しもう。よいしょー、イケメン。近頃やってなかったね、そう思ったら飲み系。うん、見てこんなとこに2時からやってて、すげえなこれ。看板がこれだけ。かわいい。すごいな。いや、すごい。行ってみましょう、これ。行きましょう。ゲイゲイ。これじゃあ、これ開けて。いいんじゃ、出てるし。明石の時にさ、開けたら、その子やった。ほんまにその感じ。日本海側みたいなってこと。寒いとこってなんか2個あるやん。ああ、北海道とか。そうそう。あう。よいしょ、ありがとうございます。テープとかも使ったかな。ああの バンプオブチキンとかぐらいやったら、あのジャガイモに借りに行ってたもん。ジャガイモな。ジャガイモに借りに行って、でラジカセで録音してた気するテープ。マンゴー。すごいな。だ今の20代の人にな、うん、iPod の話しなかったね。なんすかそれ。確かに俺たちの高校ぐらいのあの3年間ぐらいしか音楽を聴くだけの。そう、何それってなってたもん。確かにそうやね。25歳とかの人が見る機会がなかったよ。そうやな。あのえお前カチカチってこう回してさ、シリコンみたいなのに入れてケースの。そうあれで、あとなんかさ、あのシャッフルみたいなめっちゃちっちゃいやつなかった。ここにつけるピンマバイクみたいなやつあったけどシャッフルやろ。あれとかあった。イケッチが持ってたやつな。イケッチが持ってるか知らんけど、今あのモノレールの運転手。モノレールの運転手の。違う、たまに飲みに行ってたもん。たまに飲みに行ってた。もうでもモノレールの運転手と飲みに行きにくいのは、あの飲んだあかんや、次の日出勤やったら。あ、もうあかんの。そうやね。でも7時間とか空ければいいんじゃないの。いいねんけど、もうあかん。テスト怖いって言っても。あ、一応だからその呼気テストあるから。絶対あるから毎日。はいはいはい。もうそれやったら飲まないへんねんって感じやから、次の日休みだから。ダブル休みじゃなくてほぼ無理ってなったら連休。そう、あ、2連休じゃ無理なのか。なあ、ね、なんかよう分からん。あのシャッフルってシャッフル機能しかないねんな。そう、で曲選ばれへんねやろ。選ばれへん。であの画面もついてなかったよな。ついてだからピンの再生と停止と飛ばす走るためのやつやってんの。あ、そうなんや。足なんで揺らしたら次行くみたいな。へえ。でも走ってたらずっと揺れてるからずっと次行きそうだけど、なんかそのなんかあんねん。そこ、あ、そこだけは。大根ナムルと合わせます。うまっ。大根ナムルごま油。この形のやつ。ニナゴさん、くしゃくしゃ。えのきもち。それちょっと。あ、ええわ。ええわ。うまいわ。これは何？ホタテの油。ホタテの油。うまい。あります。
ごい。ちょっと贅沢なんじゃないのこれ。あ、出た。一個一個が。そう。めっちゃでかいぞこれ。すごいな。しわ漬け。これ何やった？ヘビのこのしわ漬けだろ。あ、これすごい大きいな。これ頭は外して味噌だけ食べる感じ。あ、もうガブリって。あ、すげえ。ほんまに、そうやな、手のひらのサイズ。これ前菜3種の正解やったねえ。今日は夜は何時までなんですか？いつも11時半でラストの12時で、日曜日だけ12時から開けてるので日曜日は9時まで。ああ。モテるなぁ、こいいなぁ、男女なんか若い女の、なんか女の子とかも結構来そうですね、この感じ。40代が多いです。そうなんや。ちょっとため息とともに。あ、意外にそうなんや。性別って、まあ、若い子も、まあ、いますけど主要はそうなんですね。そうっすね、多いのは多分30半ばぐらいから40代ですね。別に男女はそんなに比率を頑張らないですか？うち多分ほんまに半々だと思う。30〜40代か。まあ確かに20代前半の女の子はちょっと入りにくいんかな、あの渋い感じ。もう一枚撮るか。インスタで何つうんですかね、そういうフォロワーの多い方とかが宣伝してくださった時とかはこう若い子ちゃってくれたりするんですけど、ヒゲ君鳴らしたら多分はぁ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 。へぇ、そうなんやな。もうこれ頭からいくと、すごいなこれ。うん、うん、うまい。いける。え、いけちゃって、サクサクや。いいぞ。うん、あ、美味しい。お酒のあてやなこれ。うまい。いいっすわ。うん、いいよ、エドシーラン聞きながらかぶりつく感じ。元気してるかな、エドシーラン。ヨジールはしないじゃん。まったただの大富豪ですね。いやいや、そんななんか会ったこともないだろ。エドなんかしてるよ。なんかやってる。エドやってる。エドやってる、うまく。ジャガーもしくはブーマみたいな。まだこのタルタルがやっぱ独特やな、しば漬けの酸味が。うまいなこれ。これうまい、うまい。そうなっちゃう。夢に引き続きまた路地裏ということ。あのね、立ち飲み屋ってね、路地裏やった路地裏やったほどいい。そうなん、いいのあるよ。知らんけど、やっぱりね、しっぽり飲むじゃない。まあね、立ち飲みって言えば、はい、ね、もう俺もね、あー行こ。何やった、何もなかったね。何もなかったでしょ、ね、何もないでしょ、特にあの路地裏とかどこに寄ってんのよ。何もないんでしょ、そのもういい、空からのパン、いいから、空からのパン。いや、いらない、いらない、そんな。いらない、いらないよ、もうそんな。いらない、いらない、そのキュッとキュッといらないから。これね、これね、じゃないね。大事にしてよ、もう。まあいいんだけど。
それこそもういいね、路地裏って入ってるわ店名に。ほんまや。ここもせんべろありますわ。いいですね。19時まで。なんだかんだせんべろ巡りというかになってるね。とか言ってさっき自分一杯多く飲んでたんちゃう。せんじゃベロれませんでした。キャー。よし2軒目行きましょう。これもやっぱしば漬けちゃうか。うん、茹でた。しば漬けポテトサラダ。あ、そう。しば漬けポテトサラダ。うまい。しば漬けやん。こういうのやったっけ。あ、ジャンキー。いや、和牛スルメ。うまっ。和牛スルメうまっ。ちょっと贅沢なんじゃないのこれ。和牛スルメ。さあなんか立ち飲み屋のなんか料理が歌う人にできたかな。年齢のわーってやるわけじゃない。まあちょこちょこまあいいね。そこに居酒屋用意した。ちょこちょこぐらいがいいやん。そうやな、俺らぐらいの酒飲みなんて飲まへん言うだよ。もう憧れさせろよ酒飲みにゴミをさ、もううらにゃーって伸ばすのやめろ。俺だって酒強いっていう感じさせろよ弱いな弱いな肝臓が生体もそうやな、うん、生体もやし肝臓もやしそう、ガンガン行くやつはなんであかんのよいやもう弱い。一生懸命弱い、数値気になるわ数値気になる。一丸となってならねえ一丸とならねえ、こいつのもと。二杯目到着。二杯目はね、ちょっとハイボールに。酒うまっ。酒ほんまガソリンよな。思わへん。酒がガソリン。うん、なんか一番元気なくて燃料じゃない。なんか人生の。休みはほんま酒飲みたいし。ああ、そう。そうなんだ。今日も二次集合とかやったけど。はい。飲んできてた。あ、そうなの。うん。あ、もう結構最初からもう入ってる状態で。うん、へえ。やってた。ちょっとやりね。ちょっとアイドリングじゃない。ちょっとなんかウォーミングアップ。へえ。うん。ほんま。そうやろ。もっとやらせてよ。すごい好きなんだよ。すごい好き。結構飲むんすか。何飲むんすか。やらせてよ。いや、やってへんのだ。分かるもんだって。あ、おなす美味しい。おなし美味しいよ。うん、なんで言ってないじゃん。おなすよ。結局、おなすに始まり、おなすに終わるなんて誰も言ってなかったけど。うん、誰も言ってへんよ、言わないで。誰も言ってへんやったから。うん、この油とね、おなすっていうのはほんまに相性いいから。確かに。揚げ浸しやからな。まあ、くんどたちの宮みたいなこと。まあ俺と麦焼酎っていうか、うわー強っ強っ強ってなんだ。強ってない。怖いねもうそれまずやっぱ守備から考えるもんな。マー君が麦焼酎飲んでるときは俺が何かするってよりはそう、まず怖いから1だから、うん、まず守ってから。もう井上に対戦する相手みたいな感じやな。ちょっとこの贅沢ヤマピーすごいね。ヤマピーわー、うめーこれ。あのやっぱ山芋っちゅうはね、さっぱりしてるよね。じゃがいもじゃなくてじゃがいもも美味しいけど、うん、やばい、これもこれだけもう毎日食べたら、ね、これでいい、うん、毎日これでいい。そう、あとまあ朝納豆ご飯かな。なかやかや、これだけちゃうやん。なってくるかな。なってくるかなじゃないやん、これだけちゃうやん。朝納豆ご飯だけゆで卵かな。あ、まあ、増えてるやん、うん、あかんが、これだけちゃうやん。お昼とんかつかな。もう変わってきてるやん、もうとんかつやんじゃん、メインが。揚げ物ぐらくてこうバンってうまいってなるけど、こうゆるやかに美味しい。
結構あんま美味しさを顔の前にやめてそれ、顔の前にやめてそれ、炭酸水美味しそう、今いいわ、完璧なチョイスやったなこれ、抜くな、優しい、どう、あの美味しい、優しい、大好き、いいんですよ、いいんですよ何かよ、やっぱなんか、そういうのもっと出していけよお前、どっちだ、いいんですよって止めとく方じゃないの、うん、そっちこれ何、これ炭酸水誘導、やばい、ちょっとこれ走馬灯出てくるんじゃない、これ最後、うん、自分が死ぬ時にこれやで、このヤマピー、ヤマピーとこの誘導、誘導部の本人、マー君が3番以内で僕が4番目飲みます、まあ、え、逆やね、逆やけどバラさんは解いてない、高いわ声が、バラさん解いてない、いや鼻から抜くなよ、高い声を飲んで飲んで、いや、でも、もうお茶で割り出してるやん、お茶で割り出していいやんかそういうのいいからさ、バラさん解いてない、いやいやいや、バラされるってそんな声高いやつ、いいお店です、うん、こちら、トサ、あ、これなんかちょっと聞いたことあるね、ワールド、多分まあその系列が多分あるんかな、ここは、はい、なんかこの建物結構気になってたんですよ、前からあるなっていう、ほんまやね、すごい、なんかちょっと京都っていうか、そうなんですよ、このなんか昔のなんか、そしてこのハッピーアワーが18時までということで、お、いいじゃん、1時間ありますんで、何枚飲んでもこれが290円安い、いいですね、いいです、まあね、カツオとか魚を中心にということで、なんかもういいということで選ばせていただきました、それでは3軒目プレイボール、いいね、片岡みたいに言って、片岡みたいに、あ、これタネだよ、あ、そうやったね、あ、そうそうそう、片岡そんなん、片岡そんなんやった、いやー懐かしいなー、カキーン、3軒目いきまーす、はい、おう、うわ、え、何だね、令和であるんや、ダブルピースって、やらしてダブルピースって知らんと思うみたもん、うわやば、まだ画質荒いプリクラ思い出すわ、でこのヒゲの濃くなった感じもう見てから、いやいや見てからじゃないね、生きてます、34歳生きてます、いいです、酒目生き完売、このグラスもいいっすわ、いいね、困ったらここ来たらいいんじゃないっていう感じやな、なんかキャパの広さと、でもこう見てチャームしなくも出しながら、これお突き出し、すごい、一番突き出してんじゃないこれ、一番突き出して、突き出しを一番突き出して、すげえ、これカツオちゃん、うまっ、うまっ、これ一番、うん、突き出してんじゃん、突き出した、うん、突き出しどころか押し出しで、本当に決まり手は、いや確かにちょっとびっくりしたから、これほんま猫騙しぐらいびっくりしたから、猫騙しって何、なんでやねん、知らない、知っといてや、お相撲さんの驚かせ、なんか何も外から相撲好きですか、好きやった、だって結構あの何や、あの職位っていうか、なんか位も結構言えてた、あ、はいはい、横綱大関関脇ぐらいみんな知ってるけど、その次小結びとか、うん、前頭1枚目、1枚目あんま知らないやん、俺結構知ってたもん、西とか東とかな、うん、
うわすごいこれ何？これまずそのままですよ。そのままで。うわすごいねこれ。これ南米大陸みたいなところ。あ確かに南米大陸。あもういいですよ。食べて食べて。どこにあるの？ん？あ。やってる。あずついてついたけど美味しい。あのほんまに藁でそこで焼いてはるから香りが全然ちゃうわ。マジこの辺がチリっぽい。チリっぽい。チリと。うわ。香り全然ちゃう。ほんまに藁で焼いてるなーっちゅう。めっちゃ美味しい。うん。臭みないわ。確かに。贅沢なんじゃないのやなこれ。ちょっとこれ贅沢なんじゃないのこれ。うまっ。オッケー。すごい。すごいな。いいねこれだけど。いやいいさあったな。なんか侮ってた。なんかごめんちょっとなんか外観がさちょっとなんかこう観光寄りというか。わかるわかる。こうザ日本ですみたいな感じが。インバウンド感。そう。そうそうそう。俺もドンキで働いてたインバウンド感をちょっと危惧しててんから。でもやっぱなんか中入ってみたらもうそこでカツオも焼いているわ。でなんか綺麗で広いし。すごい。わかる。20年ぐらい同じ話をずっとやってるけど、すげーねこれこれちょっと、いやこれほんまの日の前でさお京都なえるやつやから、ごま行やなあ、あれごま行ってなんか新井監督がなやってるよなあ、なあ、はい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 、あの木の札とかさどんどん入れていってどんどんボーッと燃えていくやつ、あんまあの阪神の時あの金本とか、あなあ、見たくなやってた時だからこれよ。ほんまにそうや。フリー素材の炎の使い方みたいな。ぐらい炎。わかりやすい。わかりやすい炎やな。いいね。いいな、昼の巡り。充実しておりますね。三軒巡り。行きました。どうですか、マスさん。まあまあ久しぶりになんか酒飲めてよかったなっていう、なんか酒飲みの自分としては偉い。あ、ほんまっすか。まあまあいろいろ飲めたし、なんかまあ全部初めての店やったからよかったね。ここも外国人のお客さんも来るような感じで、でも日本人も楽しめるいいとこやったよ。確かに。しかもまあハッピーアワーは安い。確かに。日の記事やから。おすすめ。おすすめ。あ、しかもカツ、うん、カツ美味しかったです。ほんまや、全然回しなかったです、思ったら。まあまあまあ3本いってるから。ごちそうさまでした。さよなら。